こんにちは、きなこです。今日はマスクは、期限後も使用可能なのか、そしてマスクが効果的なのか、コロナを防ぐ一番の方法は何かについてお話ししようと思います。いつもはカナダのニュースを意訳するのですが、今日はアメリカのニュースを意訳してみました。日本以外で言われていることを知ることによってもっと情報を得られるのではないかと思います。知らない方が多いと思いますが、マスクを購入すると使用期限というのが書いてあるそうです。でも保管の仕方やマスクの種類によっては期限が切れていても普通に使えるようです。マスクの保管の仕方についてですが、暗くて乾燥しているところに保管していれば何年経っても有効だそうです。ただし紐の部分が細くてゴム状になっているので伸びやすくて絡まりやすいです。そうなってしまう場合はマスクの正しい付け方ができなくなり、マスク本来の役割を果たすことができなくなるので注意してください。そして今新型コロナウイルスの影響で話題となっている N95 というマスクは、適当に保管していても期限が切れていても有効だそうです。ただし紐の部分は先ほども言った通り、細くてゴム状になっているので損害しやすいです。特に日光には弱いそうです。そこが、損害した場合は使用不可能ということだそうです。参考としてアメリカの CDC という研究チームが、マスクの期限が切れていても使用可能という研究結果を出しているようです。ただし使用する前に紐の部分とマスク全体に穴が開いていないかなどをきちんと確認してから使用するようにと述べております。手術用に使われているマスクは、唾液などの比較的大きいものを自分と周りの人を守るようです。そして今話題の N95 のマスクはきちんと使用していれば小さいものを遮るようです。しかし残念ながら、新型コロナウイルスの細胞は小さすぎて N95 のマスクでも通り抜けてしまうそうです。しかし医者のアメッシュ・ダルジャ先生が、コロナウイルスのほとんどが感染者の水滴から感染すると発表しています。なので咳やくしゃみなどをした時に出る唾液などは大きい細胞なので、他人の口や鼻に行くのを防げるので、マスクをはないよりはいいのかと述べています。ちなみにマスクがない方は咳やくしゃみをするとき手ではなく腕で押さえます。そうすることによって飛沫しないようにするのと、菌のついた手でいろいろなところを触って菌を広めるのを防げます。コロナから守れる方法はズバリ、石鹸をつけて20秒以上手を洗うことだそうです。そしてなるべく顔、特に口周りは触らないこと。これらはマスクより何よりも効果的だそうです。今話題となっている手作りマスクと、最近日本で発売されたマスクカバーは使用後毎回洗うといいそうです。洗濯機に入れるか手洗いのどちらかで良いそうです。